はい、チーズ。はい、皆さんこんにちは。現在のもののけ姫ことまこです。今日は滝の霊園、まこまない滝の霊園、まこまない、まこまない滝の霊園、まこまない滝の霊園のモアイ像に今来てます。で、あさみさんを紹介しないこのパターン。全然紹介しない。今日はこれから滝の霊園とウポポイね、ウポポイにあさみさんと一緒に回ります。はい、はい、お願いしまーす。っていうなんとなくね。で、じゃあちょっとぐるっとこのモアイの素晴らしさを見上げてください。やっぱ青空で映える、モアイが映える、嬉しい。なんでモアイがあるんですか。え、なんでなんだろう。全然意識したことなかった。なぜかここにはめちゃくちゃモアイがいて、いっぱいいるよ。すごい。じゃあこの砂利のところに水を落とす。あ、そうなの。汚れたお水したこのものしたら、あ、そっか、あ、そういうことね。そう、一杯のお水で味噌漬け禁止みたいな感じだから、いっぱいすくって、左手、右手で洗うの。本当なんかお口こうやってゆするけど、それは嫌だとして、で最後持ってたこの取っ手を洗い流す。これで、終わりのはずです。あ、使った後。そう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 。すごいです。できました。あ、配管料をお支払いください。あ、これがそのかな？あ、そうそう。すごい。これまだ何も咲いてないってことですよね。でも、うん、もうオイル上がってきてますからね。オイル？ラベンダーオイル。本当だ、すごいする。あと1ヶ月です、ね、あと1ヶ月で、やっぱ7月が、7月の初めくらいから、すごい、なんか、ちょうどいい、あの、ハンドクリームみたいな。チコツコでございます。はい、どうぞ。チコツコです。普段そんな詰め込まないんですけどね。なんか北海道だけは詰め込むしかなくて。いや、まあそっか、行きたいとこ。そう、行きたいとこ、せっかくも、みんな結構ね、道外の北海道の時間ないから、ここでも行って、そのあばしで行きたいって言われたけど、一日じゃ無理だよっていうことを言ってくる人が多いから、あるある、時間は必要ね。早くから行動しないと似合わないです。毎回4時起きとか。今日遅い方ですが、6時起きは遅い方。遅い方。そっか、雲海なんてそれぐらいからじゃないですか。いや、そうです。雲海は3時起きですもん。3時起き、4時出発みたいな感じですから。マスの味が。美味しい。でも焼いて赤いのは、やっぱ、イワナとか、アユとかは白身。色が白いかな。うんうん、この川魚で赤いのが新鮮。あんまり魚焼けるかな。骨取ってくれれば、あの辺かかる人ってやった、そこに関して。
なんかちっちゃい時に、うん、喉に深い骨刺さって、うんうんうん、それがトラウマで、一切魚もいらないみたいな、うん、食べなくなったから、うちのお母さんが骨取って出してくれて、うん、食べなさいみたいな、こういう今ここを、これない。これあるんだよ、ここについてる。めっちゃ魚すぐ溶けたからじゃん。ない、ほらない、もうないの、いっぱいある。お母さんどれだけ骨切れるか。北海道の人の修学旅行ってどこ？中学校は青森、うんうん、高校はユニバーサル。うーん、青森何もなくないですか？もうねぶたの時期じゃなかったから、そのねぶた、今年使うねぶたを保管してるに、なんか見に行くみたいな。それとあときりたんぽ食べた、作った。じゃあ遊べるとこはないんだ。一泊目函館で観光して泊まって、船の船、はいはい、あ、違う、なんだっけ、海底海底みたいな、なんか寝台列車だ。うん、青森行って、お腹いっぱいになっちゃった回が少ないの。でもちょこちょこお腹すぎない。だからみんな細くて、あ、そうなんですか。食欲はそんな、なんか久々に普通にご飯食べる人とお出かけした感じがする。あすみさん本当に食べないと、こんぐらいしか食べないの、こんぐらいしか。本当にまだこれしか食べてないのに普通に食べる人って。あなたは食べれますか、うん、そうそう。違う、多分変な私が少なすぎる。撮影とかでたまにあの一緒にお出かけとかしたことあったんですけど、だいたいあさみさんが食べ終わるのを待って、うん、全部もらって食べるから、うん、みんな食べないのかと思ってて、うん、私は食べなさすぎる。昔はもっとすごく深くが体重だったの。スクマスの前は結構ムチムチ系だった。でも小さいから下半身に肉つくタイプで、それこそケツから下でかいみたいなボンってなってる体型だったから、言われる。だから昔から知ってる人とかも、絶対ねめっちゃって言われるけど、うちからしたらそんななんか自覚はないけど、確かに車椅子になる前ムチムチだったなって。いいなぁ、うん、これは何どうか、はい、携帯でも、リサ私間違ってたらごめんね。 YouTube からなんかやってました。あ、はい、やってます。あ、見てましたよ。嬉しい。応援しましたよ。ありがとうございます。